体にまつわる8つの神様がいらっしゃることを皆さんご存知の方いらっしゃいますか？はい、ありがとうございます。この和水町のですね、三河地区には、手の神様とか、胃の神様とか歯の神様、目の神様、そして命の神様というですね、8つの神様が今ちょうど上り旗持ってこられてますけども、ありがとうございます。8つの神様がこの町内にあります。でそういったところでですね、ちょっと自分の体の調子が悪いところは、お参りをしていくというふうな形になってます。ちなみに命の神様は一緒に一度だけとなっております。はい。で詳しく、知りたいなという方がいらっしゃればですね、町のホームページですとか、和水町の町づくり課の方にお問い合わせいただければ、私たちふるさとガイドのメンバーで、ご紹介の方をさせていただきます。よろしくお願いします。ちなみに私はですね、隣の平さんの、舎弟でございまして、こちらが会長の平さんになります。よろしくお願いします。今日は楽しく過ごしたいと思いますので、八つの神様の運を持って、みんなでこの今年の夏のこの暑い時期を乗り越えていきましょう。みんなで八つの神様を踊っていただきたいと思います。はい、それでは皆様、久しぶりの踊りです。八つの神様、今から神様のお参りする順番をお知らせします。では一番最初は目の神様です。目の神様の時は目のところに手を輪っかにしておいてください。これが目の神様です。はい、では二つ目です。二つ目の神様はイボの神様です。イボの神様の時は目にあった手をそのまま握って前に出してください。両手を前に出してください。これがイボの時の動きです。はい、では三つ目です。三つ目はイの神様に行きます。イの神様の時は両手を一度開いてから胃に手を当ててください。これが胃の神様の時の動きです。はい、では4つ目です。4箇所目に行きます。4箇所目は七郎神という、神様があるんですけど、正腰の神様ですね。手を腰に置いて右と左に振りましょう。はい、はい、この動きです。はい、では次の場所に行きましょう。次のお参りの場所は歯の神様です。皆様のほっぺたのところに手を添えてください。歯を守ります。はい、では次に行きましょう。はい、では次の神様は命の神様ですね。さっきも話にあったように、一生のうちに一度だけという、しっかりと、大事な時にお参りをしていただきたいと思うんですけれども、命の時は胸の前に両手を重ねてください。これが命の神様の動きです。はい、では次です。はい、次は耳の神様です。耳の横に手を開いておきましょう。これが耳の神様の時の動きです。では最後いきます。はい、風が強くてなかなかですね、書いているものがうまく表示見えなかったと思いますけど、最後は手足の神様です。胸の前から上に伸びます。左と右、右と左に手を伸ばして手足を動きにしています。はい、では続けていきたいと思います。ありがとうございました。では少し離れて前後してください。ちょっとそこの神様の動きのところだけやっていきましょう。少し離れてください。はい、では行きたいと思います。目の神様から、せーの、目の神さん、イボ神さん、ゴンゲンさんは胃の神さん、七老人から歯の神さん、命の神さん、耳神さん、手足の神さん、合わせて八つの神様よという八つの神様の順番になります。あと一回、あと一回いきましょう。ではいきます。せーの、目の神さん、イボ神さん、
ゴンゲンさんは井の神さん、七老人から歯の神さん、命の神さん、耳神さん、手足の神さん、合わせて八つの神様よ。はい、はい、それでは曲を流して八つの神様音頭を踊りたいと思います。ありがとうございました。ご指導いただきましたふるさとガイドの会の皆さん、どうもありがとうございます。